公式化試験中のバーチャル YouTuber のイルハート、またの名をデンハートだー。我数少ない企業案件、電撃プレイステーションさんの雑誌紹介が今月もやってきました。ではね、イルハートが華麗に2月28日に発売中の電撃プレイステーション紹介していきます。なんか今月はね、なんかネタないんですか？え、普通にやっちゃいますよ。なんか嫌な感じですね。電撃プレイステーションさん大好きです。というわけで、今回の電撃プレイステーションの表紙、じゃじゃーん、デビルメイクライ5。あれ、こんなね、すごいかっこいい表紙が目印です。そして今月号の勇者ネプテューヌ情報は DLC、 じゃじゃーん、勇者戦隊ブレイブレンジャーセットと水着コスチュームセットの紹介になってて、まあね、どっちもね、味があって可愛いものになってます。まあね、ねっちゃん好きならどっちもゲットですね。なんですか？私はオーソドックスに水着コスチュームセットが好きかな。まあね、ノワールちゃんとかね、あのコンパちゃんのデザインが好みですね。誰か、あのね、誰もね、素敵で勇気あふれる衣装なんで要チェックです。そして今月もね、電撃ネプの会やヴェンパイル連載は絶賛掲載、じゃじゃーん。まあね、イルハートに個人的に水野 P のね、コラムが大好きなんですよ。まあね、今回は甥っ子がゲームが好きっていう話なんですけど、そのね、甥っ子たちの夢がゲームクリエイターなのかどうかってね、聞いた話がね、こう味のある内容でね、なかなか面白いんですよ。なんか新しいね、漫才みたいでイルハート好きなんで、これね、あの電波姉妹のね、欲望もチェックしてください。これ次行っていいんですよね。そして次は待望のイルハートコアラ。この間からね、始まった電撃イルハートコーナー。タイトルもね、ジャンルも全て白紙に戻されたイルハートの運命やいかに。あ、いやでね、先月イルハートのゲームのね、タイトルを募集したんですよ。そしたらね、ほんとびっくりするぐらいたくさん募集が来てね、ほんとに嬉しかったです。応募してくれたみんな、ありがとうございます。まあ、そのただね、あの嬉しい反面、大体がなんか肉とかボツとか、なんかちょっと気のせいか、なんかこうイルハートをいじっているような内容でね、なんかまあお前らね、イルハートのこと好きなくせにツンデレだなって思いました。え、そういうことだよね。とにかく、ま、今回はね、そんな中でこうイルハートが選んだタイトルを載せてコメントしてるんで、応募した人はね、こう載ってるかもしれないから、ぜひぜひ確認してみてください。うん、あ、今月の電撃プレイステーションさんの記事はここまで。今回もね、ぜひぜひ興味を持ったイルハートは買ってみてください。本当に終わりですか？え、なんか超普通だったじゃないですか。あ、いや、そっちが
子大体さ、いつも変なことするからなんかちょっと警戒してるだけで、別に別に何も欲しがってないし、なんかそもそも前回のモザイクのやつ全然話と違うし、なんか私がモザイクかけられてる意味わかんないでしょ。モザハートとか言われてさ、なんか語呂も悪ければ立場も悪い、なんかどうしてこんな芸人みたいな路線になってるんですか私。なんか第一さ、こう話の面影なんてこう宇宙の片隅、間違えた、第一話の面影なんて宇宙の片隅に消えるぐらいの扱いと違うでしょ。お、うわぁ、え、これってあのネプテューヌさんの勇者ネプテューヌフィギュア、え、これあれですよね、あの電撃プレイステーションさんの表紙のやつですよね。なんか、え、なんかこのピョイン感がかわいい。え、待って、しかも何ですかこれ。これなんか靴がパンダスリッパじゃないですか。なんかすごいですね。なんかネプテューヌのフィギュアってね、なんかみんな可愛くて嬉しいです。すごい。え、部屋に飾ります。これイルハートにプレゼントじゃ、え、イルハートなんかコンパよりこうすごい電撃プレイステーションさん応援してるし、え、そのご褒美かなってそう言われたらなんか今のネットリテラシー的に特別扱いしろとは。後でモルドワークスさんに経費で買えるか相談してみます。